なんか僕のドッペルゲンガーいますこれ。ドッペルゲンガー？なんそんな怖い話してみんなミュートして、怖い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 。ちょやめてやめて。インポスター。ドッペルゲンガーとか言ってたぞ。どういうこっちゃ。ミンミンミンティン。リアクターメルトダウン。リアクターがメルトダウンしたよ。さて、皆殺しにせねばなるまい。キルフラッシュっていう凶悪なものをみんなが見るようになってしまったからな。やってもらおう。まあここで集まってるから、まあ義賊さんめちゃくちゃうまいはずだから、多分だけど、多分なんだけど義賊さんはねえな。めちゃくちゃうまいからサボタージュ任せよう。だってサボタージュがうまいのだから。時間がわかんないタイミングでまたやっちまったよ。またやっちまったよ。あれ、うわー、ごめんなさい。マジ、わー、マジ、はい、どぞれ最終目撃あります。はい、ありがとうございます。30秒ぐらい前にナビゲーションに行くクソキモスさんを見ました。ナビゲーション、トリピです。トリピです。リアクターなる直前、アドミンで情報見てます。ウェポンさんナビゲーション1でした。ウェポンさん、はい、ナビゲーション、そのナビゲーション1が僕です。で、僕がナビゲーションのタスク、はい、リアクター解除されたぐらいの時かな。あ、ナビゲーションはドズルさんなんですね。はい、僕です。で、僕も完全無視してずっとタスクしてて、で、右側でクソキノスさん来て怖いなって言って、クソキノスさんとすれ違って、ナビゲーションに残してきました。なんで右側蹴るだと思います、うん、もしくはストレージとかシールドまで行ってる可能性あります。リアクター来てた人は逆にできなさそうって感じ、うん、いや、でもリアクター開けた後にそのまま下に抜けて、うん、ストレージシールドあたりまで合流して切るは時間的には可能だと思います。ああ、なんとかね。ドズルさん視点だと、クソキモスさんナビゲーションの方に行ったんですよね。はい、行きました。リアクター前に。で、リアクターのところにクソキモスさんずっと残ってるの不自然じゃないですか。リアクター、あ、リアクターじゃない、ナビゲーションのところにずっと残ってる。そうですね。なんで僕もさっき言ったように、シールド、ストレージあたりで、キルは可能だと思いますっていうのをさっき言いました。はい。ストレージ、なるほど。そういうことか、ストレージ、シールドらへんか。はい、うんうん。僕は上のウェポンと、O2 にいたので、上側には誰も来てません。はいはいはい、はい。なるほど。フルコンリアクターにいて、あとね、セキュリティ見てた人がいて、あ、僕です、僕です。はい、比較です。あ、比較さんですよね。そのあたりは無理かなと。はい、あと一人リアクターにいたな。うん、誰だっけ？トリッピーは義賊さん。義賊さんとトリッピーはリアクター直した後、はい、ロアエンジンの方です。はい。はい、リアクター直した後、フルコンさんと一緒にロングタスクリアクターのやつやってます。うん、あ、そうだ、ミューさんだ。そうだ、そうだ、はい。はい。そうです。はい。比較さんにお伺いしたいんですけど、カメラ見てるんだったら何か情報が流れてきそうな気がするんですけど、はい、どうでしょう。最後の10秒弱ぐらいしか見てなくて、ほとんど人流れてなかったんですよね。リアクターが鳴った時は見てなかったんですね。あ、見てない、ごめんなさい。あ、了解です、了解です。最後です、はい。うん、なんか黙ってたけど、どうにかなったな。まあ一応ストレージ入る手前あたりって嘘つこう。もし言われたらね、みんな話すの早いよって言おう。みーピン、みんな話すの早いよ。だから言えなかったんだ。俺人と気使うからさ、なんていうか。フィキシーライトだ。フィキシーライトはフィキシーライトしようか。フィックスライトで電気を直すよ。わわ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 。トントントン、はい。フィキシーライト。はい、はい、フルコンさん、さっき話遮っちゃったんで、もしよければ喋ってください。あ、フルコンさんミュート。あ、フルコンさんミュート。届かない思い。緊張してます。 DJ 最後まで、最後まで、リアクター付近にいたのはカメラ見てたヒカクさんと僕と、ロングタスクやってたミューさん、この3人はさすがに無理かなっていう感じで、 あとはまだできうるってことですねっていう感じです。はい。うん、義賊さんとトリッピーさんがロワーでしたっけ？ロワーで、先に義賊さんがロワーの左下のタスクやって、はい、僕順番待ちして、義賊さんが右行った後に僕は左下のタスクやりましたね。はい。はい。うん、上谷さんに、リアクターの時ウェポン3人いたの誰なんですか？千早真央さん、あと一人は、
クソキモスさんってことですか、ね、いや、キモスさんはいないです。リアクターの前ですか、リアクターの前前です、前です。前はわしがいました。そうですね。ありがとうございます。うん、はい。多分その時に僕はアドミンで見て、多分ウェポンさんナビゲーションで、はい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 、多分そのナビゲーション1がノズルさんで、はい、僕です。なるほど。で、リアク、それでリアクターになってるタイミングで、シールドとから辺で、クソキモスさんとすれ違ってるみたいな感じでした。うん、違いましたっけ、さっきボタンを押したのって誰ですっけ、ふたばです。あ、うんうんうん。リアクター直して、そのままメッドベイの上のところ、カメラ見ながらボタンを押してしまった。ね、あ、じゃあ無理だろうな。じゃあそこはリアクターに来てたのは見てます。はい。一番最初に来てました。あ、そうですね。一番最初で待ってました。はい、真央さんと千早さんはどこいらっしゃったんですか？自分はリアクター直してに行ってるんで、はい、真央さんを残して行ってるんで。そうですね。あ、千早さんその後どこ行かれました？ロアエンジンとか、そっち方向になります。そうですね、僕最終はエレクトリカル入ってます。僕そのままストレージ手前まで行ってますね。うん、でそこで鳴りました。あれ、チャイさんエレクトリカルの奥の方ですか、いたの？いや、真ん中下くらいかな。入って終わったって感じ。あ、いや違う。右上のタスクできてた。けど途中で止まっちゃった。ああなるほど、うん。僕入った途中くらいだったんで、あれいたかなと思ったんですけど、奥にいたならまあ。うん。うん。どなたかもう一回いいです？ボタン押してもらえると嬉しいです。はい、じゃあ押します。なんか、はい、なんか俺いたことになってたな。よかった。なんか俺どうしよう、言わなかったら疑われんのかなって思って震え上がってたけど、なんかいたことになってたな。ストレージ手前あたりだったんで、まあ俺はやってないんだよね。悪いけど。これ俺やんないといけないの？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、真央さんの行動を、はいはい、ウェポン以降からちょっとお伺いしたいです。ウェポン以降、ごめんなさい、最初ですよね、ウェポンって。そうです、リアクターなる前のウェポンです。はいはい、ウェポン行って、でその後リアクターなったんで、リアクターまで行って解除して、ロアーエンジンの下の方に行って、エレクトリカルの前に入ろうとしたんですけど、あ、なんかエレクトリカルで殺されるの嫌だなって思って出て、ストレージの手前のところでボタンが鳴った感じです。で、ちょっと、うん、千早さん、柊さん、真央さんに聞きたいんですけど、ウェポンさんの情報見てるんですけど、はい、誰が先に出たとか、はい、誰を残したとか、そういうのは。ウェポンさんってその最初の鳴る前、リアクター前、そう、一番最初ですね。うん、覚えてない。多分ですけど、ヒイラギさんが最初に出て、2番目千早、最後に真央さんのはずなんですけど。なるほどな。でも真央さん、リアクターに行ってらっしゃったんだったら。リアクター行きました。で、うん、割とみんないるところでリアクター直してるんで。うん。そうですね、下直してました、双葉と一緒に。そうですよ。ちなみにもう一回、ドズルさんが最後にクソキモスさん見たのいつって言いましたっけ？どのタイミングのいつですか？リアクター中だと思います。でも、リアクター中どこ、場所どこでしたっけ？終わるくらいだった。ナビゲーション前、通路あたりですれ違いました。ナビゲーション前、うん、はい。僕がナビゲーションタスク終わって出るときに、クソキモスさんが左上から、あ、違う、左からかな。はい、通路のあたりで、すれ違いました。エレクトリカルでに最後に義足さんが行って、千早さんも行って、真央も行ったのに、で、あ、俺はその誰も連れ違ってないってことですかね。俺、エレクトリカルがもう出てたから見てない、その後ろの先に、うん、一番先に出たってことは一番やりうるかな。それでリアクターが終わる前ぐらいにドズルさんがすれ違ってんなら、真央さん違うし、やっぱ俺ドズルさん浮いてると思うんだけど、違うのかな。すげえなんか怪しいなって、聞けば聞くほど左側にみんないるんで。確かに。どうしよう。まあでも黒だったらここまでなんかクソキモスとなんかすれ違ったこととかも言わないんで。そうですね、最初に、確かに一番最初に情報を出してるから、はい、あ、そうなります。なんか今 LINE が見えた気がしちゃったんですけど、私は早く違います。え、マジ。じゃあ誰かペア組みません？僕白くなりたいんで。誰も聞き取りたくないもん。僕行く。どうするさん。僕一人で行動するもん。やだ。あぶねえ。なんかあぶねえ。よかった。あ、でもなんかドズルさんは殺さない方がいいんだな。そしたら貴族さんいたな。リアクターオブザメルトダウンか。オブザメルトダウン、なんか知らんがどうにかなったわ。あー、危ねえ。ドズルさん白くなられちゃ困るんだよね。大丈夫、治るね。よし、
治ったならよし。テロン。はい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 。右側のすげえ、ヒイラギさんがめっちゃいるな。ヒイラギさんがめっちゃいた。ヒイラギさんこっち来た。トリッピーこっち来た。え、やだな。え、や、え、お前か、お前なのか、やだやだ、やめて来ないで、来ない、なんだこの図は、やめてよ、やめて、来ないで。まあこの後トリピ殺すんですけどね、俺そんだけやったら大丈夫なんじゃないって。あ、コミュサボだ、コミュサボ見られたな、見られたから、これは千早さん殺せねえや。なんか殺せそうで殺せない、ちょっと殺せそうな盤面だったな。みんな離れるね。みーピポン。いや今の殺せたかな。でも目撃情報落とされんだよな。みんピン。よし、危ねえ。しボタン押すのかな。嘘でしょ、カメラ見えてないよね、大丈夫だよね、カメラ。あ、見てる、フルコンさんが見てるぞ。うちコミュサボだ、コミュサボ行くか。フルコンさんと警戒しながら歩いている、そんなふりをしよう。はい、死体見っけました。はいはい、はい、ナビゲーションコの字のベントの下になります。トリッピーさんです。あのカメラから見える位置ですかね。僕カメラ直前見え、あ、見えない位置か。見えない位置です。はい、見えない位置。あ、ベントの位置って見えんじゃないですか。いや、あの多分コミュニケーションなのでそれもあって見えないんじゃないですか。あ、そうかそうか、そこでか。なるほどなるほど。多分カメラでも映ってないです。ベントの下、ベントの下、シールドのちょい上ぐらいになるんで見えてないと思います。はい、ただアドミンには映らない通路です。はい、なるほど。近く発言していいですか。はい、どうぞ。はい、僕ドズルさんとずっと一緒にいたんですけど、僕がアドミンでダウンロードのタスクやった時にコミュサボが来て、ダウンロード終わったドズルさんいなかったんですよ。なんでアドミンベント入ってナビゲーション前ベントとのキルしか見えないんすよ、僕目線。ああ、はい。僕から弁明があります。はい。はい。はい。コミサボになった瞬間に、カメラに、セキュリティにが2になった瞬間、コミサボが来たんで、絶対にそっちでキル起きてるって思って走り出しました。うん、で、最後、うん、最終、フルコンさんと。あ、ま、マオです。あの、で僕もセキュリティを、あの、カメラ閉じたらマオが横にいて、ビクってなったんで。はい。なんで、はい、フルコンさんとマオさんと、メッドベイ上で、すれ違ってるので、ね、僕は不可能です、はい。あ、すれ違ってるんですね。うん、はい、すれ違ってます。すれ違いました。うん、はい、うん、あじゃあ。すれ違ってなかったら、今僕死んでました。よかったです。じゃあ、違うと思います。了解です。はい。いいですか、ちはやかです。はい、お願いします。2回コミュニケーションがあって、今もコミュニケーション解けてないんですけど、はい、1回目のコミュニケーションの時、義足さん多分直されてましたよね。はいはいはい。で、その時多分隣トリッピーさんいた気がするんですけど、記憶あります？あ、いたような気がする。4人くらいいませんでした？マオさん、いました。4人。双葉さん、ヒイラギさんも確かいました。いました、いました。確か白のトリッピーさん直してた気がするんですよね。はい。だから、直してた気がします。はい。多分一番最初に右回りでナビゲーションの方行きましたけど、トリッピーはどこに一緒じゃなかったんで、その後は分かんないですね。死亡推定時刻はなんで、1回目と2回目の間ですね。ちょっと広がっちゃいますけど。1回目の間。了解です。はい。おい、あの名探偵の口を今すぐ塞ぎ。ミュートお願いします。ミュートお願いします。あの名探偵の口を今すぐ塞げ。わしじゃない方じゃが。あの名探偵の口を今すぐ塞げ。押さないの？押さないのかい？なんちゅう名探偵を買っとるんじゃこいつらは。先っちょのやつやってるふりしよ。みーんぺぽん。むーんぴ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 ょん。頼む、もう頼むわ。俺にはできねえ。サ
ボ起こすか。サボ起きてんのあれ、これ一緒にいたことにしよう。あ、見に行ったのか。なるほどね。そんな安直に人はやらねえよ。そんな安直に人を殺す男に見えるかい。何、義賊さん今殺しに行かなかったか。違う、気のせい、気のせいか。お、直した、オッケー。いやー、殺すタイミングを見計らうしかねえな。全員皆殺しにしてやるよ。ヒカドズル、ヒカドズル、フルコンアドミン、フルコンアドミン、フルコンアドミン。おお、ナイス。おお、うん、はい、白っぽいボタンを押してみました。白っぽいですね、すごく、はい、かなり白っぽい。かなり白いな、はい、うん、あ、フルコンさんがリアクター中右に逆走してたんで、はい、はい、それはお話すると、あの二間さんと真央が、うん、あの一回な、僕がナビゲーションでタスクしてた、めっちゃタスクあってやって、うん、で、で帰るときにすれ違って右の方行っててリアクターになったんで、うん、どっちかがどっちか殺してないかなって心配になって、うん、あのナビゲーションをもう右に戻りに行ってたんですよね。はい、あ、なるほどなるほど。はい、それだけです。はい、はい、ありがとうございます。はい。お時間いただきます。2回目のサーボーター、さっきの話、さっきの前日の話なんですけど、はい、2回目のコミュニケーションが起きた時の、すでにコミュニケーションに部屋にいた方いらっしゃいます？ 2 回目の ?2 回目最初治ってなかったじゃないですか、今日が始まる時。はいはいはい。その前日ですね。僕はいないです。比較的いないですね。真央さんとフルコンさんもいらっしゃらないはずですよね。そうですね、セキュリティから出てって、はい、ああ、うん、そうか、うん、サボ直しに行ったの。そうそうそう。ドズルさんもいないですもんね。いないですよね。もちろんです、もちろんです。はい。双葉がギリコミュニケーション入れないぐらいでした。入れないぐらい。アドミンから向かってます。うん、アドミンから。比較さんを見てアドミンから向かってます。うん。比較さんも双葉さんを見てる。見てないかもしれないですね。タスクやってたなら。ごめんなさい、助け合ってたんで僕わかんないんですけど、コミュニケーションになった瞬間は双葉さんとヒカックさんはダウンロードのとこに2人でいました。あー、なるほど、なるほど、うんうんうん、そっか。あ、どうしてですか、千早さん。いや、コミュニケーションサボタージュ起こしてから下で倒してそのままコミュニケーション直しに行くっていうのを考えたんですけど、ちょっときついかなと。コミュニケーションで、はい、うん、死んでるってことですか。この字のナビゲーションのこの字のベントの下、シールドのちょい上で死んでたんですけど。あ、なるほど。殺して、うん、コミュニケーション鳴らして入っているから、そこにいるんじゃねえかって話ってことですか。はい。で、推測したんですけど、違いそうですかね。うん。タスクはでもすごいいい感じですね。うん、はい、めっちゃ進んでます。めっちゃ進んでますね。うん。タスクをやるな！貴様ら、殺すしかないな。もうタスクやんないで、マジでお願い。タスクやらないでほしい。だってタスクやったら負けちゃうじゃん。殺すしかねえな。もう殺すモードに入ったわ今。ああ、もう止まんない。さっきのやつとかもう全然止まんない。リアクターメルツダウン、メルツアンメルツ横横、すげえ、やりに行かねえんだ。5、4、3、ドズル先輩、ミンピン、すげえ、どうしてここに、どうして仁王立ちを。殺すか、殺していきます。あ、美味しそう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 、あ、まあまあまあ、あ、義賊さんがまた通ってる。義賊さんがまた通ってる。義賊さんたがるんじゃないかこれ。なんと、まあ、はい、はい、ストレージの給油のところですね、ヒイラギミルさんが亡くなってました。あ、リアクター直しに来られたってたん見たんで、割と直近でしょうね。そこから向かって今死んだんであれば、うんうんうん、はい、だと思います。ちはやかも情報とします。ロアエンジンで、皆さんがリアクター直してくれてるときに申し訳ないんですけど、ロアエンジンの給油タスクやりました。はい、で、ました。終わったんですけど、終わった後に、そのまま十字路の方へ向かおうとしたら、ヒイラギさんがストレージ側に抜けてっていうのを見て、その後ろに誰か一人いたはずなんです。うん。ドズルさんは十字路立ってた、
立ってました。ずっと立ってました。はい、僕、企画さんとペアはぐれちゃったんで、一歩も動いてません。はい。はい。うん、フルコンさんもいらっしゃいました。僕はセキュリティ見てました。はい。そうですよね。真央さんって。真央さんはリアクター直して、ドズルさんが立ってんなっていうのを見た後に上に流れてます。上って止まって、扉が閉じてたんですよ。あ、開いた後に行きました、うん、流れて。自分も上にいたんですけど、多分真央さんいらっしゃらなかったと思うんだけど。僕、セキュリティカメラ見てたんですけど、はい、あの、フルコンセキュリティカメラ見てましたが、メッドウェイの上通ってるってことよね。え、嘘？俺上行ったけどな。え、待って。え？リアクター鳴ったでしょ？リアクター鳴って、リアクターの俺は上を直して、うん、で、ドズルさんが立ってんなって思って、で、うん、あ、一回下行ったのか。下行って、その後上行ったのか。うん、でもと、ネットベイ、俺セキュリ、うん、フルコンセキュリティ見てましたけど、ドズルさんが十字道路の真ん中でズンって立ってるのしか見えてない。あの、マジで？あ、この報告が来るまでの。直前までは見てないけど。ごめん、俺めっちゃ変なこと言ってるかもしれない。うん、ちょっと思い出させて、ちょっと別の話してて、ちょ一回マジで思い出す。はい。やらかしてる。ちなみにすごくお邪魔をする可能性があるから。投票できないです。ちょっと待って。了解です。義賊さんってどこにいますか？リアクター内とかいますか？最後今アドミンの中にいました。アドミンですか？なんか情報落とせそうですか？なんかリアクターの方にいっぱいいたなくらいですかね。うん。あの持続さんがそれだけか。ちょ、あやさん頭いいよ。やばくね？殺そう。これはおみ切るします。おみ切る。おみや切るをします。ちあやさんの口を封じます。おみや切る間に合うかな？コミュサボかい。ちあやさん殺そう。4321。あ、殺せなかった。フルコンです。ボタンを押させていただきました。助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。とで今アドミンでダウンプロードが終わって全部タスクも終わったんで、誰か作ってる話なら私つけます。はい、それでは議論の続きをお願いします。はい、はい、あの義賊さんの発言がちょっと不安で、はい、左に寄ってたっていう話になるんですけど、はい、おそらくなんですけど、ドゼルさんも自分も映ってない十字路にいたりして、おそらく、あ、確かにコミュニケーション、はい、コミュニケーションじゃないんで、そのなんて言うんだろう、レポートの瞬間は見てなくて、レポートの何秒、5秒10、もっと前かな、ちょっと忘れましたけど、で見てたんで、はい、ちょっとずれ、多分認識はずれてるかもしれないです。了解です。わかりました。あと真央さん、真央さんのルートを思い出しましたでしょうか。真央さん多分下行きました。下行ってエレクトリカルに入ったかなどうかなっていう記憶がちょっとごめんなさい、思い出せなくてごめんなさい。了解です。はい、ここツルミス怖いのと3キルで終わっちゃうんでですね。はい、そうですね。タスクまだ終わってないの大事ですか？終わりました。終わってます。茶会も終わりました。終わってません。うん、僕まだ1個です。僕目線、真央さん、初手キルもかなり怪しいのかなと思ってます。はい、僕も思ってます。はい、フルコンも思ってます。なんで。どうしましょう。3キルが怖いんで、強気に釣ってもいいんじゃないかなと、黒っぽい僕が言います。いや、でも、それはちょっと待ってほしいかも。僕さんが結構っていうのはあるので。待ってほしいかも。マオさん大丈夫これ。いやもう別に釣ってもいい盤面じゃないんでしょ今。怖いっす。いや、はい、怖いです、ね。外れたら怖い盤面です。勝ちに行くならタスクで勝ちたいっすよね、ぶっちゃけ。わかりました。じゃあ、フルコンさん、僕についてきてもらっていいですか？はい、ドズルさんですね。はい、はい、すいません、はい、お願いします。ただここ、死体はかなり気をつけてみんな探さないと怖い盤面です。はい、了解です。はい。はい。サンキルで終わります。はい、あまりに嘘が思いつかなくて、あまりに嘘が思いつかなくて、俺思い出せないって言っちゃった。ダメだ、嘘が思いつかなかった。だって俺が殺したんだもん。それをごまかす。もうガンガン殺すぞ。3キル取るぞ。3キル取るぞ。これ義賊さん、これ2人で殺そう。2人で殺そう。この2人殺そう。フィックスライツ、フィックスオブザライツ、フィックスオブザライツか。9、8、7、
これ義足さんいたらダブキルやりたいな。4、3、やる？やるか。やるよ。あたしはやるよ。あともう一人殺さないといけない。あともう一人殺さなければならない。はあ。間に合わなかった。ナイスでーす。ナイスでーす。タスクなんですね。危ねえ。でも、起きることだから、あと行かれてる。マオさんと誰ですか？義足さん。僕で。義足さんか。義足さん、やっぱ義足さんか。ちくしょー。初手のカクチャチキルは、めちゃくちゃチキってて何もやってないです、僕。僕が4人殺しました。すごい。え、マオさん、リアクター行く前に殺したんですか、あと、リアクター後にコミュニケーションの中にクソキモスさんがいて、あ、そう、あ、そうですよね。噛んだ後に、はい、あ、そういえばさっきも食べた味だなって思いながら。いや、そうですよ、またやんと思ってましたもん、後ろ。ヒルリーダーすげえ。ヒルリーダー。ヒルリーダー強いっすよね。でも、なんか、最後のマオの、もう超ふわふわ、釣らないんやとは思って、うん。いや、もう、あのね、みんな目線、僕、黒もあります。そうですね。そうなんですよね。それまでではないっていう。もう嘘が思いつかなくて忘れちゃったって言っちゃった。話してとか。一か八か上に行こうと思ったんですけどね、結構。あ、そうなんだ。はい。